キューブ。ことの始まりは、かの黒船のように四条院リリカさんが現れた少し後の定休日のシーモアでした。シーモアへ乗り込んできた四条院さんを迎え撃った間宮家の四姉妹、大切な兄であり弟でもある彼を守るため彼女を追い返そうとしていたのですが、四条院家の婿になったら良いことずくめなんですわよ。ですから姉妹の皆様も安心して祝福してくださいな。そんなの許せるはずないでしょ。それに結婚とか婿入りとか本人の意思が大事なことでしょ。あら、彼は別に構わないと言っていたじゃないですか。それは四条院さんがうちの店カフェシモアの借金のことを引き合いに出したせいです。だから特定の恋人もいないし、俺が婿入りして丸く収まるならって、優しさと自己犠牲たっぷりでお婿に行こうとしちゃってるんですよ。最終話でアルティメットになる魔女っ子ヒロインレベルの自己犠牲だね。猫ちゃんの言ってることは難しくてよくわからないけど、りょうくんは利他的なところがあるから。あら、人を悪代官みたいに言わないでください。先ほども言ったように、四条院家の婿になって彼が損をすることは絶対にありませんわ。果たして本当にそうかしら。はあ、教官お姉ちゃん。りょうたくんは家族のことをとても大切にしているのよ。それ以上の幸せを四条院さんは約束できるのかしら。もちろんできますわ。もしも彼が私の婿になったら、まずは朝ですわね。当然ベッドは一緒ですわ。彼が先に起きて私の肩をそっと揺らしてくれるんです。リリカ、ほら朝だよって。どうして一緒のベッドなのよ。地上院さんの家は大きいんだから別々の部屋で寝ればいいじゃない。萌莉ちゃん、妄想のお話だからね、最後まで聞こ。起こしてもらう方なんだね。ええ、私こう見えても結構甘えん坊ですのよ。それに早生まれで彼から8ヶ月ほど年下ですし、甘える資格もあると思いますの。とにかく優しく、リリカそろそろ起きないとってささやかれるんです。そして目を覚ました私にご褒美だよって甘い甘いキスをしてくれるんです。それいい、すごくいいですねそうでしょ。でも私はきっと照れてしまいますから、ご褒美なんてなくても起きられますって言ってしまうと思うんです。それでも彼は強引に何度もキスをしてきて、私もとろけてお礼を込めてキスのお返しをするんですのもうベッドから出られないかもしれませんわね。はあ、キスとキスを何度も重ね合い、そしてお互いの体も重なり合っていき、まさにくんずほぐれつの朝を過ごすのですわ。いかがわしい妄想にリョータを使わないでほしいわ。でも萌入りお姉ちゃんもツンデレなとこあるからシンパシー感じたりするかも。感じてないわよ。朝からキスをいっぱいするのはちょっといいかもなんて思ったけど。その後は朝食ですわね。私の家ではお手伝いさんが作ってくれますから、二人でのんびり朝の支度をしても十分余裕があるのですわ。さすが四条院家のお嬢様ね。朝食は和洋中どんなリクエストにも応えられますわ。その日の気分に合わせた朝食で気持ちの良いスタートを切れますわね。四条院さんは自分でお料理とかしないのかな。多分りょうくんはお手伝いさんのお料理より喜んでくれると思うけど。それはその
事は全てお手伝いさんがしてくれますから、私自身はできなくて結構なんです。花嫁修行する気なしはちょっとダメだと思います。ですからそんなことをしなくても何不自由なく生活できるんです。あら、そろそろ時間切れだわ、四条院さん。時間制限があったんですの？というか時間制限って何ですの？四条院のお家への婿入りが幸福かどうかは他のみんなのお話も聞いてから判断しましょうか。賛成、さすが京香さん。次は私がお嫁さんになったらどんな風かお話ししますね。次回へ続く。